腰のお肉、お尻の横の出っ張り、気になってる方も多いんではないでしょうか。やはり筋肉の弱いところに脂肪というのがつきやすいです。筋肉が少なければそこがたるんで、やはり気になってしまいますよね。今回はとっておきのエクササイズを初級、中級、上級と3つ紹介していきます。うつ伏せになったままでできるメニューですので、朝や夜動画を見ながら一緒に頑張ってください。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、腰とお尻の横の肉、ここが気になる方におすすめなエクササイズを3つ紹介していきます。腰やお尻、筋力が弱ってしまうとどうしても胴体の部分になりますんで、いろんなエクササイズをしても体幹がしっかり安定せずに、エクササイズが効果的に行えない、そういったこともあり得ります。で、腰の肉、お尻の横、ここは意外とエクササイズでは使われにくい部位なんです。今回うつ伏せになってできますので、一緒に動画を見ながら頑張ってみましょう。初級からやっていきます。はい、まずうつ伏せになった状態で行っていきます。スマホは顔の下に置いて肘をつきます。この状態でまず右足を持ち上げて横に動かしていきます。左足で床をしっかり踏んで、右足で横に足を動かしていきます。つま先は下向きよりもちょっと外側を向けて足を動かしてください。上体はできるだけキープです。呼吸はリラックスで OK です。いきましょう。足を動かすペースはこれぐらい。これで腰と大殿筋、中殿筋、小殿筋が鍛えられていきます。ちょっとお尻が痛いかもですが、頑張りましょう。ふっふっ、 OK、 反対もです。いきます。ふっふっ、これだけでね、スクワットとかね、下半身のエクササイズするよりもお尻の筋肉全部がね使えてます。ふっ、まあまあお尻が痛い。OK です。今度は一気にレベルが上がります。中級編です。上半身は少しバランスが崩れてもいいです。足をできるだけ横に持ってきて膝を曲げます。これで足をパカパカと動かしていきます。いきましょう。こういう感じです。体が少しね寄るのは OK、 でもできるだけねまっすぐ、これはね結構きつい。まあまあきついけど頑張りましょう。腰とお尻が鍛えられます。ふぅ、OK。 いきましょう。反対、結構ね、これがねケツが痛いんですよ。お尻が、お尻が痛い、腰も痛い、つりそう、 OK。 最後上級編です。肘をついてこのままカエル足のようにして、こっからこういう感じで交互に足を上げます。こういう感じです。最後きついですが頑張っていきましょう。30秒スタート。よっ、足がねあんまりね上がらんよっていう方はお尻のね力が弱いってことになります。こういう感じでふっふっふっ、まあまあねこれ辛いっすよね。ふうふうほうほう、これがねすごい効くんですよ。お尻がプリッとしますよこれ。オッケー、ふぅ、オッケー。今のでね腰とお尻使ったんで、最後ストレッチをしましょう。最後寝たままでスマホ持ちます。足組みます、足上げます。これでしっかりね下側の足でこういう感じで引き寄せます。左右、最後30秒、こういう感じでね腰とお尻を伸ばしていきましょう。
スマホ見ながらでいいです。よっしゃ、反対いきましょう。はい、反対足です。しっかりね、胸につける感じで伸ばしてください。よし、腰が痛い、腰が、オーケー。いやー、お疲れでした。今のね、初級、中級、上級3種目しましたけども、自分のレベルをできればコメントで教えてください。上級できたよって方は結構すごいと思います。でもちろんね、初級って順番にやってってるんで、いきなり上級やったらできたかもしれないけど、初級中級である程度疲れちゃってるからあんまり上級ができなかったって方はですね、次また上級からいきなり始めてみてください。で、動画のね、説明欄に時間を貼ってますので、そこからねピッと押したらスタートできるようになってます。ぜひね、動画を見ながら活用してください。で、今回は腰肉、そしてお尻の横、ここがね出てしまう原因っていうのは、やはり胴体部分の筋力の低下になってしまいます。腹筋、背筋、そして中殿筋、小殿筋、ここが弱ってしまうと、お腹が出たり骨盤が傾いたり、お尻がへこんだり、お尻の形が四角になったり、お尻の横が出てきたり、そういったね体型の崩れが起きますんで、なかなかね今回みたいなメニューしないと思いますけども、ぜひ取り入れてください。やってないエクササイズっていうのが、やはり使われてない筋肉には効果的です。ぜひ今回のエクササイズ取り入れてもらえたらと思います。頑張ったよ、レベルなんだよって方はね、コメントで教えてください。そして動画を見ながら頑張った方はね、必ずグッドボタンを押してください。しっかりねアクションしてもらえることが動画の拡散につながりますんで、ご協力よろしくお願いいたします。各種 SNS も行ってますんで、 Twitter、Instagram、TikTok などエクササイズを違う形で配信してます。ちょっと早送りにしてたり、あとは動画が短かったり、いろんなバージョンがありますんで、ぜひご活用ください。最後にサブチャンネルとしてタートルワークアウトという名前でチャンネルを作ってます。説明欄にはリンクを貼ってます。で、このチャンネルでは解説抜きの動画がいきなり始まって、動画を見ながら動きたい方向けのチャンネルになりますんで、まあ、説明いらないよとかね、もう動画を見ながら真似するからいいよって方は、タートルワークアウトの方をチャンネル登録してもらって、動画を見ながら音楽に合わせて動いてもらえたらと思います。今回もご視聴ありがとうございました。